こんにちは。こんにちは。この間ですね、はい、あのクワガタ脱走事件がありまして、うん、探ってたら幼虫が見事生まれてました、はいはい、なのでまだちょっと早いか、本当だったらああいう環境にせっかくしてるんでね、触らない方がいいかもしれないですけど、はい、まあ、分からなくなったりとか、まだ脱走するところがあったりすると思うので、仕分けを早速したいと思います、はい、でね、あのあれ見た人ね思っとる人もおると思う、あのやらせじゃねえかって、ああね、はい、全然違うけん、まあ照らし合わせたら、はい、そのまんまです、はい、ので、はい、気をつけましょう、はい、はい、じゃあ早速ね、はい、買ってきました、こちら、あ、で、あのカブトじゃない、クワガタの幼虫、はい、じゃなくてカブトの幼虫です、絶対にっていうコメントがありましたね、あったらしいですね、はい、僕から一言、なんか愚痴みたいになってすみませんね、僕から一言あるんですけど、もし、あ、これカブトムシの幼虫だよって思ったとしても、言わんでほしかったですね何が生まれてくるか、こっちは楽しみなんですよ、クワガタなのかな、カブトムシなのかな、オスなのかな、メスなのかな、クワガタやったとしても、ミヤマかな、オオクワかな、ヒラタかなとか、いろんなワクワクがあるのが一瞬にして壊された気がしました。カブトムシ絶対って書いてあったっけ。なんかワクワクさせてよこっちは。そこで買ってきました、ね、カブトムシ用と。いやでもこれ言ってる。カブトムシ用と一応もね、万に一つの可能性がどうかねあるかもしれんけん、はい、クワガタムシマット、はい。本当はオオクワだったら禁止瓶って言って、はい、あのキノコの菌がいっぱい入ったような瓶を。に入れるのがいいんでしょうけどね、あのもう売り切れてました、なのでちょっとネットで買おうかなと、まずはまああのまあなんかな、クワガタの幼虫だったら、まあ、カブトムシもあるかもしれないですけどね、クワガタの幼虫が喧嘩しやすいと書いてあったので、クワガタだろうっていう幼虫はこっちの小分けしていこうかなと思ってます、はい、でカブトムシのは一気に一旦入れて、ね、またこれであの終了じゃないんで、とりあえず一旦この中の何匹いるだろうとかを仕分けしたいと思います、はい、はい、じゃあマットもいろいろ種類があってね、迷ったから全部買ってきたけどね、はい、いろいろなんか混ぜた方が良さそうなんでね分かんないんで素人なんでね、あるある、俺がペットショップ時代やってた時が一番あの虫キング、はいはい、あれでめちゃめちゃ、ね、外産クワガタとか流行って、あれでめっちゃ流行っていろんな会社がこれを、あーなるほど、我こそはと作っておりました、増えた、作ってました、いろんなところがそのうちの製品使ってもらえないですかねってその売り込みに来て行くんですけど、全部ね、餌とかもですね、高級志向になったりしましたもんね、そうあの頃のメーカーね一切見ません、何やったっけ、なんかひらがな3文字ぐらいの餌のそう、成田じゃねえや、なんかそういう感じだったですよね、そうもうめっちゃね、思い出そうと思ったけど、箱に入って、ここね、赤い蓋の赤い蓋ってカストロールやないよ昔のカストロールの赤い蓋じゃないけどね、あの黒蜜みたいなのが入ったオオクワガタ、で、反対向けたらカブトムシのパッケージのね、で、今こう生き残ってるのはマルカンさん、もうこれ超大手です、ペット業界のあのそれこそハムスターとか小動物もやってる、マルカンさん、マルカン日掃とね、日掃とね、カクカンはなかったですか、うん、カクカン、マルカン、マルカン、マルカン、井の上のマルカンか、カクカンか、バイクの話、村上、京北村上のね、カクカンかマルカンかとか、ね、あとバイクの話やろ、ホーク2はね、もうよかったよ、ナオクさんが嫌がってるやろ、もう井の上のパワーカンとか入れていきます、まあ、とりあえず、あのオーソドックスなマルカンさんをこれぐらい入れて、なんでよ、俺楽しみにしとってもらってさ、あ、そうやったね、喋らせてよちげえやんかバイクの話になってないくそ二人ともバイク乗りよるやん、もうよかね、もうよかね、もうよか、もうよか、配合も俺させてさ、ね、させるわけないやん、もうなんでなんか進んでいて、俺なんか冒頭でコメントの愚痴言うただけみたいになってるよ進まんもん、じゃねえやんなら、もうはい、はい、なんとかミックスです、なんとかミックス、はい、ファーム S さん、これ宮崎で作ってます、ミックスはないなぁ、バイクみたいな話
ミックスバイクないの？ないね。え、ダックスならあるやろ。でもうん、ダックスある、ホンダのね。やめとけやから。50、70、80まである。もういい、もういい、ね、ノーティーダックスもあれば、アメリカンダックスもあったの。三段シートのついたこと。マイティーダックスもあるもうちょっと増えただけやん。マイティーダックス2人に増えた。何枚ティーダックス。この辺のムキムキね。あ、そういうこと。もうわからんけん。何ですか。知らん。セパハンバーも極限まで下げる。こっちはバイクの話。半熟発酵マット。発酵マット。ハンドル知らんですか。半熟発酵ね。これ濃いセパハンね。セパハン。これ色が違うんですよ。ほら。半熟な感じですもんね。やくん。廃校させて。まあ、この辺の配合はしない方がいいとかいうコメントがまた来るだろう。大いにあると思 あると思う。でもね、これね、あれやけん、好き好きやけん。それ本当にね、その頃からその昔のね、うん、やってた時からそんな感じやった。混ぜない方がいい派と、あ、混ぜてオリジナルのうちはこれでやります。好き好き、こういうのは、うん、バイクも好き好き。どんな形だろうと、どんなパーツだろうとね、大体我こそはってみんなね、自分がやってることが一番って思ってるけんね、そういうのは意見が出るのは分かりますけど、まあ、あ、小玉さん、これもう入れすぎと思うんです好き好きや、俺の好き好きや分からん、これ本当に入れてもらったんだよ。え、あ、いいと思います。絶対に混ぜないでくださいって書き合います。うん、書き合います。バカかも何も書いてないね、そういうことは。何やったっけな、メーカー一生懸命聞きよったもんね。ナトリやなかけど、なんやったっけ、なんかそばん名前やなかったし。南じゃねえけど、なんやったっけ。髪の毛ね、これわかる、このもっと刈り上げてて不自然に色黒くてたぎったような顔してる営業の人が来てたんすよ。俺の一番苦手な感じの、ことないよね、ちょっとあのね、タイトめなスーツでこうとんがった靴履いて、めっちゃ汗だくなのにニッカニカして、新商品出ましたね。俺のバイクの時と一緒やん。しかも、あ、ごめん、そいにとってはもう分かる人誰もおらんけど、いや、俺の全国のあの頃ベッドショップに、ベッドショップに勤めてた人は、あー、なんとかさ、入れろ何入れる。いや、まだ、まだ、まだ、これに全部一回作って、小分けにも。あー、そうかそうか、いや、まあいいと思うんですよね。あー、そうかい、そうかいって言われた。何さんやったっけな、あの人も。めんどくせぇ。たぎっとったもん。たぎっとった。たぎっとった。まあ、ホームセンターでカブトムシ系はほとんど揃います、多分。うん、佐賀県しか知らんけど。入れていい、まだ。あ、どうぞ。で、あんなにね、卵も産んだり、いろいろね、うん、したんで、いいでしょう。そ、あ、あれさ、でも、あの、何やったっけ、花。畑用の腐葉土入れたよね、すずね。そうやったね。そうです。あれや、畑の腐葉土やって。そうそう、あっちが安かったもんだって。いっぱい入って。なんか高馬が膨らんなくて。あれが一番良かった。だってあれ、どえない入れ物やったっけんですね。20袋、30袋ぐらい入れたでしょ。でも、うん、今も昔も多分ね、あの、でっかい、それこそこれのでっかいやつで育ててる人は、畑用の腐葉土だと思います。ね、安いですから、うん、あれにカブトムシ育ててると花が咲くもんね。こっち話には花が咲かなかったようで。お、上手。おお、さっきまでその花咲くもんねって言う時は怯えたような。こちらの蓋の上にボンボン乗せる、出していこうかな。慎重に歩かんとその下にいるかもしれん。え、これ足場を決めなら動かない。水は1週間に1回でいいからね。この辺がまず、うん、僕がこの間見たところです。はい、じゃ あちょっと土をね、うん、ささっと。あ、でも上だけで硬いだけで中はちゃんと締めてる、うん、すごい。表面見たらパサパサになってんじゃねえかと思ってたら、え、開けていい？はい、開けていってみてください。もうこれなんて中身ないもんね、スカスカやん。ほらほらほら、あ、ほんとだ。で、こいつはね、カナブ？いや、カブトムシなのかどうなのかですよ。こいつがこの間見れたやつ、うん、こいつはね、お尻で5メートカブトムシ。わかるんだ。ここのお尻が横だとカブトムシらしいですね。で、縦だとクワガタらしいです。はい、頭もね、
こう茶色っぽい、うん、焦げ茶っぽいと大体カブトムシ、うん、でちょっと薄いらしいクワガタの方が、ね、でもそいだけじゃ判断ができんって、うん、あとこの横のここの点々があるでしょ、うん、トントントン、うん、こういうの数がどうのとか言うたりもするし、うん、大きさが大きいと大体カブトムシだそうです、うん、はい。でもカブトにしたらえらいちっちゃいね。ちっちゃいちっちゃい、今の時期で1年でね出たい出なんかったりするらしいので。あ、そうなんだ。はい、そいつ来年のやつもしかしてかもしれんし、うん、こいつが成虫になっちゃうとこんぐらいのやつとか取りたらいるじゃないですか、うん、おるおるおる、あいつらになっていく。あ、おったおった。というかあのカブトムシ育てるといつもちっちゃいのばっかりになるんだよね。あー、こっちもこれはこれちっちゃいよ。でもだいぶ、おー、とくちゃんお尻見て、お尻見て、あ、また出てきた、すげー。鯉も横やな。ちょっと横やって、あ、これこれどうして、僕はなんか色味全然違くね。うんこ出た、うわーうわーっつって俺の口に掘り込みたこれよよだれ親父最悪ブエーってピューってなんかのわからんってめっちゃ怖かったもん。うんこやん、ただの 何が起きたかわからんときさ、お尻の穴も見せて見せて指摘のときになんか出てきたら鼻水まで出てきた。あの選別して調べますんで。そうやね、わかる限りね。これはこれ、うわ、ナメクジの巣や。それ、ムカデやね。いや、素で。おー。うわ。音かな。すごいね。カブト。カブトムシって1回でどんぐらい浮きますか？あ、痛いと。じゃあ、どれぐらいかな。こんなの。じゃあ、作業をしますか。はい。じゃあ、畳んでます。うん。やっとユーマが捕まりました。毒吐き気うまい。ものすごいよ、おびえて。またんごぶ。じゃあ、オオクワのために1個も開けるケース。よし、バイバイ。はい、じゃあ、クワガタっぽいのから入れていくか。はい。まあ、いいか、別に見つけたやつを入れていきます。ちょっと携帯でね、あ、うん、あのまあ、ネットでいろいろ調べました、うん、で今このでっかいこいつ、うん、こいつはカブトムシなんじゃないかなという、ね、あの特徴が多いですね。お尻と、うん、この頭がブツブツっていうかガサガサなってるのがぽいらしいです、うん、ってことはカブトでこっちに入れていきますか。間違いないのかな。はい、見分け方分かったんですか。見分け方分かった気がする、うん、これブンやね、ブンやね、見てちょ、カナブンの可能性もあるのですけど、うん、あ、でも頭、あ、でもめり込むぐらい小さいのかな、うん、なんか頭がめり込むぐらい小さくて、うん、毛深くて、うん、この頭の横に茶色い点があるのは、うん、カナブンの可能性が高いと。へえらい毛深いもんね、これ。確かに。どうする、カナブン入れていきましょう、入れていく一応カブトムシ枠カブト枠で角なしね。こいつとかがじゃあカナブン。あーぽいね、頭めり込んどんもんね。こいつとちょっと待って、さっきのやつ、でかいやつ、こいつ、うん、は顔はクワガタなんですよね。あー、ツヤっとなってて。そう、こいつもカナブンのとばもう一回見せてください。あ、これなんか違うよ、色が。ほらほらほら、薄い色、クワガタっぽいやつじゃない。何それ、つぶつぶね、お尻がね。うんこ、とくちゃん、こいつほら縦割れだ、完全に。ほら、縦割れ、あ、ほんと、ね、ほんとほんとほんと、これはもう完全なクワガタですね。ケツのことになった。おらー、うん、そう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 、ケツがケツのようになってる。それはさっきのちょっと見して。人のケツみたいになってる。どこあれ、カナブンやこれ。でもまあクワガタも卵を産んだということがこれでもう分かったけどね。そしたら、そしたら、じゃあここは穴開けましょう。はい。で、これはもう大クワガタがそういったこれ、これね、うん、これがクワガタかもしれない幼虫、1号、2号と、はい、機械だ。で、今この取った倍は多分まだおると思う、うんうん、ちっちゃいやつとかもいるかもしれないですね、うん、まだ。よし、じゃあはい、穴ほがして、はい、あっちに設置しますか。はい、ますか。じゃあ今回はこちらの、はい、カブトムシ飼育小屋から幼虫を選別してみました。はい、
何が出てくるか楽しみですね、うん、形になるまでわからないので皆様お楽しみください。はい、カラブン楽しみに。バカ。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。